ェネー・フバイは、ハンガリーのバイオリニスト、作曲家、音楽教師、ドイツ系音楽家の家庭に生まれ、正しくは、オイゲン・フーバーと言ったが、フランス語圏で生活していた20歳の頃から、好んで、マジャール・カゼの生命を名乗るようになった。ハンガリー国立歌劇場のコンサートマスター並びに、ブダペスト音楽院教授を務める、父親カーロイから、バイオリンと音楽の手ほどきを受け、 11歳になるまでに、ビオッティの競争曲を演奏して公開デビューを飾った。13歳で、ベルリンに、留学、5年間にわたって、ヨーゼフ・ヨアヒムの訓当を受ける。その後、1878年に、リストの助言を入れて、パリでデビュー、大成功を収め、会場に居合わせた、ビュータント進行を結ぶと同時に、指導を仰ぐ。1882年に、 ブリュッセル音楽院バイオリン科の主任教授に採用されるが、1886年に帰国し、父親の公認教授として、ブダペスト音楽院に転職した。主要な門人に、ティボールバルが、ヨゼフ・シュゲティやエンドレ・ジェルトレルのほか、後に指揮者に転校した、ユージン・オーマンディやライプツヒで、コンサートマスターとして活躍したジェルジ・アライトーがいる。また、シュテフィゲールやイエリー・ガ・ラーニと、 アディラ・ファキー入りの姉妹のような女性バイオリニストも数多い。演奏活動では、ソリストとして、ビュータンやブラームスから賞賛を勝ち得たばかりでなく、室内楽奏者として、ブリュッセル時代とブダペスト時代の2度にわたって、弦楽死従相談を結成した。愛機は、ストラディバリウスであった。恩師ヨアヒムも作曲をしたが、 決して創作数が多くないのに対して、風イは4つの競争曲や、おびただしい数のアンコールピースを作曲している。競争曲は、ハンガリーの民族色が濃厚だが、そよ風などのアンコールピースは、メンデルスゾーンやシューマンなどのドイツロマン派音楽の延長上で作曲されている。これは、室内楽演奏のパートナーであるチェリストのダビッド・ポッパーの作風とも共通している。 晩年の訓当を受けた。ビュー隊からは、遺作となった最後のバイオリン競争曲第7番委担調を検定され、かつ、未完の同作品を引き継いで完成させた。指揮の才能がないことは有名であり、リハーサルで入り損なかったハープ奏者が合図を待っていたと語ったところ、合図だって、私は指揮をしているんだよと反応した。ハンガリー語風には、フーベルイエネー。 クーバーゲのクーバー JN となるショルティ37ページありがとうございます。